はい、皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。10月の最初の日曜日、こうして皆さんと共に、神様を礼拝できるということを本当に心から感謝いたします。今日は備えて待つというテーマで、神の国についてお話をしたいと思いますが、私自身はですね、この備えて待つというのが非常に苦手なタイプで、準備が悪い、タイプで、だいたいいつもギリギリで、53年間それで生きてきたので、なかなかこの悪い習慣が治らないですけども、準備のいい方はね、もう何をやるにも早くからちゃんと準備をしてね、旅行に行くといったらもう1週間ぐらい前からね、まずカバンを選んで、着るものを選んでね、で全部詰めて普段着るものなくなっちゃったりするんですね。私の場合はもうその日の朝、だいたい朝5時の JR 可部線に乗るときには4時半ぐらいから準備をして、いつも出かけておりますけども、そういう私ですので、今日は備えて待つという、テーマですけれども、私自身に向かって、語らなければならないと思いながら、お話をしたいと思っております。神の国についての今日もお話でありますが、聖書はマタイによる福音書の25章1節から13節、大変有名な例え話であります。新共同訳聖書をお持ちの方は新約聖書の49ページからになります。マタイによる福音書25章の1節からお読みいたします。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれの灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火を持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きてそれぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して、用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人ははっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。以上であります。で、今年は神の国についてお話をしてまいりましたけれども、今日からこの、神の国の、今までお話あまりしなかったもう一つのとても大切な、真理についてお話をしたいと思っています。それは、聖書には2種類の神の国が語られているということです。2種類の神の国が、描かれているとか語られている、わけでありまして、1種類はイエス様の到来と、教えと行動、そして死と復活によってこの地上に誕生した今まさに、ここにある神の国。そしてもう1種類はまだ、到来していない、イエス様がもう一度この地上においでになる、いわゆる再臨によってこの地上に到来する神の国であります。今この地上に存在している神の国はもちろん目には見えませんし、この神の国の王であるイエス様も目に見ることはできません。しかし、教会という
まあ、私たちもその一部でありますけれども、主の弟子たちの集まりを通して神の国がこの人の国の中に、まあ、混在しているわけですね。しかしイエス様がもう一度おいでになった時にはもう人の国はなくなります。全てはキリストを王としてこの存在する神の国だけになるわけです。じゃあ人の国はどうなるのかというと、人の国は消えてなくなるんですね。ヨハネによる福音書の14章の3節でイエス様は弟子たちに対してこう約束しておられます。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。行ってというのは自分が十字架にかかりよみがえってその後天に行くと、でも戻ってくると、そして戻ってきてあなた方を迎えると、そう約束しておられるんですね。で、キリスト教会はもちろんこれは正教であってもカトリックであってもプロテスタントであっても等しくこのキリストの再臨ということを信じています。どういう形で、イエス様がおいでになるのかということについてはこれからいろいろお話をしてまいりますけれども、間違いなく聖書は繰り返し繰り返しイエス・キリストはもう一度おいでになると、まあ、イエス自身、キリスト自身の言葉もありますし聖書は教えています。そしてキリストがもう一度おいでになるときには本物のこの神の国の王となられるわけですね。今私たちは、まあ、言ってみれば仮の神の国の一員なわけです。もちろんこの、まあ、仮の神の国が、本物の神の国に比べて、大したことないというか、まあ、大したことないところは確かにありますけれども、まあ、不完全なわけですね。もちろん私たちは皆等しく、キリストに従ってまたその教えによって神の国を建設しようとしているわけですけれども、まあ、不完全です。いろんな、まあ、間違っているところがあったり、うまく機能していないところがあったり、国としては、まだまだ足りないところはたくさんありますけれども、しかしイエス様がおいでになった時にはもうある意味完全な形で神の国が到来する。で、今日のこの例え話を見ていただくと分かるように、このイエス様がもう一度おいでになる時には、この例え話では花婿が、を乙女たちが迎え入れるというそういうお話になっているわけですけれども、婚宴の席にですね、まさにこの花婿はイエス・キリストを暗示しているということは分かると思うんですけれども、まあ、花嫁はじゃあ誰かというと教会なんですね。教会、私たちの教会を花嫁としてキリストが迎えに来てくださる。だから言ってみれば今この地上の神の国は花婿であるキリストを待っている花嫁の状態、まあ長い長い婚約期間中ということですかね。なかなか来てくれないんですけどね、来るか来るかといっても2000年経ってるわけですけれども、しかしもう一つ大切なことはこれがいつ来るかわからないと聖書に書いてあるんですね。このお話もそうであるように、この花婿がいつ来るかわからない、で待ってる間にみんな眠ってしまって夜中に到着したとありますが、そしてこの例え話の一番最後にイエス様がだから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから、といつイエス・キリストが来られるかは分からない。ペトロの手紙にも主の日は盗人のようにやってきますと書いてあります、ね、盗人が来る時は分かってればね、誰も入られないわけですから、明日の3時に行きますからね、買いかけといてくださいよっていう、ね、そしたら絶対入られないわけですけども、こんな時に来ちゃったのかみたいなんですね、これが本物の神の国の到来であるということですね。そして
ヘブライの手紙の9章の28節を見ると、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。一度目には、つまり2000年前にこの地上に現れたイエス・キリストは、私たちの罪を負うために十字架にかかって死んでくださいました。そのためにおいでになったわけですね。ですから、キリストの最初の降臨というか、最初においでになった時に、私たちの罪は全てそこで清算された。キリストの十字架によって私たちの罪はもう完全に許された。しかし、私たちは罪は許されてますけれども、相変わらずこの罪の体を背負って生きているわけですね。不完全な体であり、不完全な教会、不完全な神の国を私たちは作っているわけですけれども、でも二度目においでになるときには、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださる。救いをもたらすというのは、つまり私たちをこの罪の体から救ってくださる。完全な意味で、もう二度と自分の罪に苦しむことはない、またサタンの誘惑に苦しむことはない、完全な救いが用意されると。これが二度目のキリストの再臨であります。だから、すぐに来てもらいたいような気もするし、もうちょっと待ってもらいたいような気がする。まあ複雑なとこですね。でも、まあ、さっきの話に戻りますが、これはいつ来るかわからないと言われているんですけれども、そうは言っておきながら、このキリスト教の歴史を見るとですね、もうイエス様は来られるっていうふうに言っちゃった人が結構いるんですね。で、実は第二次世界大戦の時に、もう世界中が大きな戦いになって、聖書を読むと、この再臨の前にね、大きな戦いが起こるというようなことが、このお話はまた今度しますけれども書いてあるので、もういよいよイエス様が来るんじゃないかと、世界中で、そう思ったようですね。まあでも、その後もう何十年も経ってるわけですが、統一教会の文鮮明をね、自分は再臨のキリストだと言って死んじゃいましたけどね、この間。もし私がね、いよいよ来年再臨来ますって、もしここで言うようなことがあったら、即刻クビにしてください、聖書にはいつ来るとは書いてない、誰にもわからないと書いてあるわけですから、ただただもう私たちはいつ来てもいいようにイエス様を待ち望んでいる、備えている。だから、このお話にあるように、いつ来てもいいように備えなさいというのが、2度目の本物の神の国を迎えるために大切なことだと聖書は教えているわけですね。で、ちょっとこのお話、この例え話についてもう少し解説をしておくと、この例え話は、花婿が、婚姻の席にやってくるのを10人の乙女が迎えるという話なんですね。で、この10人の乙女というのは、花嫁ではありません。花嫁が10人じゃおかしいよね、いくら一夫多妻でも。これは、英語で言えばいわゆるブライドメイドですね。アメリカの結婚式なんかだと、花婿の、お友達が5人ぐらいと、花嫁のお友達が5人ぐらいね、こうずらっと並んで、おりますけれども、日本ではあんまりやらないですが、イスラエルの場合、これは聖書の時代の話ですけれども、花婿が花嫁を連れに行くんです、花嫁のお家に。日本でもね、昔そうだったみたいですが、そして花嫁を連れて自分の家で、婚姻の宴を設けるわけですね。で、花嫁を迎えに行って帰ってくる時に、この花嫁のお友達が花婿の家の前で待ってるわけです。ウェルカムするわけですね。老舗旅館の前で中井さんがこう並ぶような、僕はああいうイメージしかなかなか浮かばないんですが、で、結婚式はね、夜から行われるんです。夜から行われるっていうのは、これイスラエルの暦が日没から始まるので、だからその夜からやるんですね。ただ花婿が花嫁を迎えに行って帰ってくるんですけども、三軒先ならね、間違いなく
分かりますが、ちょっと遠かったらいつ帰ってくるか分からない。花嫁が支度に手間取ったりなんかしていると、8時に来るはずが10時になったり、もうこのお話のように真夜中になっちゃったりというようなことがあったようなんですね。それでこの花婿を迎え入れる乙女たち、ブライドメイドたちは、家の外で、灯火を灯して待ってるわけです。で帰ってくる時に、要するに暗い足元は暗いといけませんから、それで灯火を持ってるわけですけれども、ここにこの写真がありますけれども、これはね、実物ですね。前に見せたことあると思いますけど、これ私イスラエル行った時買ってきたやつです。これエルサレムで発掘された本物です。正真正銘、レプリカじゃないと思います。鑑定書ついてましたから、5万円払いましたから、これで、5万円って言った瞬間になんかみんななんかすごいものだなと思うんです。ダメですよ、物の価値を値段で決めちゃう、結構買ったらもちろん、これここに芯を入れてね、朝のなんかあそこにありますけど、でここで火つけるんですよ。でちょっとこれ黒くなってますね、使用感が若干ある、本物ですから投げませんけど、なんか匂うわけないですよね。2000年間土の中に埋もれたんですから、エルサレムで発掘して出てきた、こんなやつがね、ゴロゴロ出てくるんですよ。ゴロゴロ出てくるんです。でこれ見て皆さん何思いますか。小さいでしょ、これ写真だけ見るとよく分かんないですね、サイズ感が。もっとね、こんなぐらいかと思うじゃないですか。これほとんどこのサイズなんです。ということはこれどうですかね、3時間持ちますかね。もっと、もしかして1時間とか2時間ぐらいしか持たないんじゃないですか。なんでこんなに小さいのと、もっと大きいの作りゃいいじゃないかと思うんですけども、どうやら大きいとね、やっぱり危ない。たくさんの油を入れてしまうとですね、何かぶつかったり、すると、これがいっぺんにこうね、油が流れて火がつくと危ないので、もう昔から小さいサイズみたいです、安全上。ということはいつ来るかわからない花婿を迎えるのにですね、予備の油を持たないで待ってるっていうのはよっぽど愚かですよね。ある、聖書に愚かって書いてありますけど、まあすぐに来ると思ってない限りはね、それは予備を持ちますよ。だからまあイエス様は賢いとおっしゃってますが、まあ予備を持つのは当然ですよね。普通、ごくごく当たり前のことだと思いますね。でまあこの話では賢い乙女たちはこれにプラス、壺に油を入れて持ってたと、まあ遅くなってもいいようにということで準備していたというふうに書いてあるんですね。でさらにこのお話を見ますと、この結局花婿が来たのはみんなが一眠りしてしまった真夜中に来てしまったんですね。で花婿が来たって言ってこうどっかで多分見張ってた人がいたんでしょうけれども、まあ、声をかけて、でみんなパッと乙女たちは目を覚ましたんですけども、もう油がないと。で、持ってる人にちょっとくれませんかって言って、いやいやもうこれは私の分しかないからって言ってですね、もらえなかった。でその代わり買いに行ったらどうかと言われて、こんな夜中に開いてる店があったのかどうか分からないんですけども、まあ、お話の中ではこの人たちは、持ってない人たちは買いに行って、で帰ってきたらもう扉が閉まって入れてもらえなかったってですね、意地悪ですよね。入れてあげればいいと思うんですけれども、まあこれもやっぱりこの習慣でね、もう宴席が始まったらとにかくいろんな人がただ酒飲もうと思って入ってきたり、それこそ祝儀泥棒みたいなのがもうわけのわからないけどやっぱ入ってくるので、本当にもう閉めちゃってね、入れないそうです。でここからですね、教会によっては礼拝が始まると教会の扉を閉めて鍵かけるところがあるそうです。これ本当の話です。山口県の某教会で、私の知り合いがそこに行ったんですけど、3分遅れて行ったら鍵が閉まってて入れなかったそうです。中で賛美歌聞こえてたそうですけどね、
だからもう閉められたらダメだと、ね、イエス様来てからじゃもう入れないからということを教訓としてやってるみたいですが、私だったらその隣に小さいね、こう張って入るような入り口を抜け穴みたいに書いていて入れてあると思いますけども、まあ、この教会はそういうことしませんから、遅刻しても大きい顔して来ていただいたらいいと思いますけども、まあ、そういう教会もあるぐらいで、まあ、つまりこれはイエス様がもうおいでになってからでは入れないということもこの例えば教えているわけですね。でこの、まあ、すごい分かりやすい話ですよ。イエス・キリストはいつおいでになるか分からないから、当然そのために、準備をして待っていなさい。でここで私が一番疑問に思ったのは、じゃあ私たちがするべき準備は何なのかと、どうすれば油を備えておくことができるのかと。これリアルにオリーブ油買ってて持っててもしょうがないわけですからね。何らかのこれは、霊的なことを暗示しているわけですから、じゃあ油を予備の油を持っていくおくということは一体どういうことを暗示しているのか。でいろいろこう考えたり、また聖書を読んでいきますとですね、実はこの25章は、今の10人の乙女の話例えの後、タラントンの例えがあるんですね。これまた今度お話しますけど、有名な例え話、その後に31節からですね、まあ、全ての民族を裁くという新教同訳は見出しがついているんですけれども、これもやはりイエス様の再臨について、語った、まあ、例えのような、なんて言うんでしょうかね、こう比喩のようなお話が書いてあるんですね。でそこを見ますとね、ちょっと31節から読むとこう書いてあるんです。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そして全ての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお聞き着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。やはりこの並びでこのお話が書いてあるというところからすると、先ほどの例え話における、油を備え準備の油を準備しておくということは、ここで、書いてある、私が飢えていた時に飲ませ、食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだという、このことを指していると考えることができるんですね。つまりどういうことかというと、困っている人を助ける愛の行動が油を備えることなんだ。で、実はその人たちはイエス・キリスト自身なんだっていうんですね。どう見てもイエス様には見えんかもしれないけれども、実はイエス様なんだ。飢えている人、乾いている人、病んでいる人、孤独な人、泊まるところに困っている人、病気の人、牢にいる人、そういう人たちを助けたり、お見舞いをしたり、お世話をしたりすることが、実は無意識のうちに、知らないうちに、私たちはこの予備の油を蓄えることになる、そう聖書は教えているわけですね。困っている人を助ける愛の行動こそが油を備えると
ということなんだということです。先ほども言いましたけれども、このランプは小さいものですね。だからこれはすぐに切れてしまうんです。すぐになくなっちゃうんです。だから私たちはこの努力をして、私たちの周りにいるこういう困った人たちを助けるということをやり続けておかなければならないと。そしてイエス様が来られた、いや来られるかもしれない、いやもう来たかもしれない、来たっていうことになるともう遅いわけですね。いつもやっておかなきゃいけない。そしてもちろん人の油は当てになりませんから、人の油はもらえませんからね。あなた一生懸命あの病院の訪問にしてる分ちょっと私にも分けてくださいって言ってもそれはダメですね。それは当然のことです。それは自分がやっていかなければならないと。つまりはですね、こういう先ほど読んだようなことは、これ今まさに神の国を建てる行為なわけですよね。今私たちが神の国を建てるというのは、私たちの愛の犠牲の行為によって神の国を拡大しているわけですけれども、そういうことをやり続けることがやがて来る本当の神の国に対する備えになるということです。イエス様が来そうになった来てからじゃもうダメなんだと、今これをやり続けておくことがイエス様が来られる時に備える、花婿の来臨に備えることなんだよと。でも私たちはそうは言ってもですね、なかなかこの子に書かれているようなことをねやらないんですね。できないんです。いや飢えているのは私ですとかね、助けてほしいのは私の方ですとか、いろいろ忙しいんですとか、言い訳がいろいろ出てきますよ。もうちょっと余裕ができたらやりますとかね、来年するつもりですとか、いやそんな人あんまり私知らないんですけどとかね、いっぱいいるんですけど、結局私たちはこの言い訳の油を満たして、私の壺の中に、これは実はねこの壺です。壺はね現物は私持ってません。これはインターネットに乗っかってた、これもイスラエルで発掘されたイエス様の時代の油壺です。なかなか洒落たね、可愛い感じの壺ですね。隣はランプですね。これはちょっとひびが入ってますけれども、これセットで持ってなきゃいけない。セットで、私たちはこの壺の方にね、どれだけその愛の油を満たすことができるか、これは実際に私たちが愛の行為によってのみこの油を満たすことができるんです。言い訳の油を満たさないように、これはもちろん皆さん一人一人が神様と心の中で会話をしておられることですから、私は皆さんの心にどんな言い訳があるのかは知りません。でも自分では分かりますよね。自分でどんな言い訳をしているか、今は忙しい、明日にしよう、また今度にしよう、いろいろ言い訳をして、私たちは本当はしなければならない備えができずにいるんじゃないだろうか。イエス様はいつ来られるか分かりません。そのイエス様の来臨に備えて、皆さんと共にですね、この備えの油を満たしておきたいと思うんですね。イエス様来られました、ああイエス様にお会いできる、ああでも油がありません。そういえば2013年の10月3日にそういう話を聞いたけれども、あの時は何とかしようと思いましたが、すっかり忘れて空っぽのままでしたということがないようにですね、備えておきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今私たちはこの人の国の中に神の国を建てようとしております。本当に微力でありますけれども、しかし
あなたが私たちを用いていてくださることを感謝をいたします。そしてまた今まさに私たちが愛によって人々に私たちそれぞれにできる犠牲を払い、時間を用い、また財を用いてお助けしていく、そのことがやがて来られるイエス様の来臨に備える備えであるということを学びました。イエス様はいつ来られるかは分かりません。どうぞいつ来られてもよいように、今日から私たちにできる備えをしていくものとならせてくださるようにお願いをいたします。いつも言い訳ばかりで、あなたに対して申し訳なく思っております。どうぞもう二度と言い訳をせずに、私たちのうちに今示されている愛の奉仕をしていくことができるように、そして赤々と火を灯してイエス様をお迎えすることができますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。今度イスラエル行く方があったら、このランプの方ではなく壺の方を買ってきていただいて、このセットでこう教会にこう置いておきたいと思います。この間行ったからね、言えばよかったね、うん、ああ買ってきてね、20万ぐらいするとこれ5万ですからね。